レーショナルとアイデアリスト、 NT と NF、 この合理主義者と理想主義者の結婚は合理主義者にとっておそらく最良の選択であると。 NT と NF は抽象的で内面的な世界への変わらぬ関心を共有しているため、互いにアイデアの交流、洞察や概念へのこの相互愛、さらには抽象的な言語を流暢に操る同じような能力を見出すことができ、二人をしっかり結びつけることができますと。同時に NF は人間関係に個人的な温かみをもたらし、それが分析的で自制心の強い NT にアピールし、彼らが仕事を脇に置いて個人的な生活の時間を取るのを助けますと。もちろんこの合理主義者と理想主義者が惹かれ合う二つの領域は対立がつきものですと。もし NT と考えを共有することが定義、論理的カテゴリー、必要な結果について議論することを意味するのであれば、NF にとってはそれは負担。はい。彼らの共有したいことが定義とか。はい。だと、NF には負担。はい。NF がもしそのような議論に参加するのであれば、その時間は短時間であり、議論が有効的であり続ける場合のみに限られますと、うん、はいはい、対立は無理なんです、はいはい、また感情を表に出すことに冷静な抵抗を示す NT と感情的な表現を求める NF の対立は2人の関係において尽きない問題であるが、通常はこの2つの気質の稀な相性の良さが影を落としていますと。もし理論が正しければ、合理主義者と観念論者の結婚は性格の他の要素である、また表現的控えめな社会的態度 E と I、 予定調和、または探求的な考え JP が補完的であれば相性が高まっていいペアになれるっていうのがあって、細かい紹介がされているんですけども、これはまあ来週にしましょうかね、はいはい、NT さん僕みたいな人がいいよって言ってます、はいはい、でも議論を吹っかけると重めに感じるよって議論は有効的であれば、はい、あとその話す内容が定義とかね、はい、あの論理的に正しい、はい、みたいなことを、はい、求められなければ、はい、ずっと話すことができると思ってます、はい、だから何かを決めるとかはいけるけどって話ですよね。抽象的なずっと定義みたいな話をするとはなんで抽象的な世界の話、はい、みたいな話ならいいけど、はい、それを定義、定義になるわけじゃないですか、抽象的なところを定義って言われると、はい、言われるとって感じですかね、はい、はい、そうですね、定義、論理的なカテゴリー、必要な結果、もう分かるじゃんみたいなことを 言うわけじゃないですか、僕言いますね、はい、はい、それってちょっとちゃんと説明してみたいな話になるわけじゃないですか。じゃあそういうこと話したいわけじゃないんですよっていうなると、こう重荷に感じるって話ですよね。そうですね、はい、だけどなんかこうちゃんと目標があって有意義なもの、今後何かをどうするみたいな話し合いであれば、そういうのに限られるみたいなとか、そうですね、ただ子供の進路とか子供の進路、ね、定義みたいな話、そこでだったらまあなんかもう付き合おうかみたいな、子供でもそこも、はい、子供の幸せとかだと話せるんですけど、はい、で具体的な目標とかって言われると、はい、あとはもうそちらでいいですになりますね、戦略ですもんねって、どうぞってそっちでいいですって、そこだったらでも付き合えるって話じゃなかったですか。いや、苦手なことね、はい、NT と NF の議論で苦手なのは、はい、もしくは NT が考えを共有することが定義、論理的カテゴリー、必要な結果についての議論、はい、をするなら NF にとっては負担、はい、なので僕の中で今その子供の将来っていうのが負担だけど、短い間に限られてはできるみたいな話じゃないですね、うん、短時間なら短時間で、あ、でまた、はい、そういうのができるの有益であれば、まあ、短時間です、はい、はい、有効的であれば、有効的であれば、はい、有効的っていうのはどの有効的、要は向こうも言ってることをそうだねって言ってくれればです。あ、有効関係の有効、そうです、有効無効の有効じゃないですフレンドリーです、はいはいはい、フレンドリーに話し合うことができれば、はいはい、それは乗っかれる、乗っかれる、はい、
けど君それが違うんじゃないとか、はい、っていう議論が始まると、はい、じゃあそれでいいです。でも違うんじゃないのも、はい、NT 的には有効的かもしれないですよね、はい、そう NT さんはそうやって言ってるでしょうが、はい、それが始まるなら、はい、もうこっちはいいですよ、はい、あなたが好きにやればいいさ。別にそういう話じゃなくて話し合おうよって言ってるわけですよね。言ってます、はいはい、ただ苦手ですって言ってます、はいはい、重荷に感じると重荷に感じる、はい、なのでその違うじゃんとかがなければ、はい、君はどうしたいのとかって言ってくれれば、はい、多分話をしてくれると思います、はい、でもそれは結構お花畑の話なので、はい、でも違うところを伝えたいわけですよね。そうですね、はい、NTT 彼らも何かを言いたいんだと思います、はい、僕もその気持ちは分かりますもんね。言いたいことがあるからこう言ってるけど、はい、もういいですって言われるといや言いたいことがあるんだけどああそうですね、はい、あ、うん、はい、なのであの否定とかね、はい、笑顔で言って、あ、でも笑顔も怖いんだよな、なんか NT の笑顔もNT は行くにあたって早めに起きて準備して想像しちゃうからそこで丸々ないって言っちゃうんですと。ああ、なるほどね。わって考え、はい、これやって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 、はい、っていうのが出てくるから素直に行きたいじゃなくて、はい、丸々ないになるんですね、はい、え、楽しそう行きたいじゃなくて、はい、あ、これやって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 っていうのがくるくるって回って、うん、丸々ないになると、はい、なるほど。 NF 優しいからなあ。 NTNF だとNF が折れ続けるからかわいそうだけど NF も良かれと思って言ってるって解釈しちゃってうまくいくのかな。でも NF は基本楽観なので、はい、だとは思うんですけどね。なるようになるって思ってる節はあると思うんですけどね、はい、あとまあそっちが考えて正しいならそれでいいんじゃないって。正しいかどうかは共有したいんじゃないですか。議論したいっていうのは多分議論はしたくないって言ってるじゃないですか。違う、フレンドリーでいたいって言ってるんですよ。 NT のフレンドリーは議論はい、はい、でその話を詰めたいって話ですよね。より効果的なものがあるんだったらじゃああなたの意見を言ってくださいでいいですみたいな話じゃないですか。あなたの意見を言ってくださいを言ってるなるほど、はい、NF と意見が違う場合どう伝えればいいんでしょうと。優しくです優しくでもないんだよな。優しくされると、はい、なんか舐められてんなっていうのも出てきますからね、はいはい、難しいですね。難しいです。頑張れすいません。どっちが頑張るんですか、ね、どっちも頑張れですね。 NF の選択肢が他にもあるかもしれないという可能性に意識を持っていくのができるとまだどうにかなるのかなと。あ、わかる。楽観的にネガティブそうですね、はい、楽しく喋ってくれればいいですNT さんが、はいはい、楽しくと。でそれどういう意味はちょっと怖いですね。でもどういう意味が知りたいわけじゃないですか。あ、聞いてくれればでもいいと思うんですけどね、はい、優しくするとバカにするなってなってしまうのですねなると思いますね。また、はい、平等だと思ってるので、ね、ちょっと分かってますとか言って、あ、それちょっともうイラッとしますねそれ、はいはい、人は等しく平等だと思ってるので、はい、別に不平等に扱ってるつもりはないと思うんですよ。あの、その話し方がもうイライラしてきました。なんか下に見てるとかでもない、はいはい、それをそのように受け止めるみたいな話じゃないですか。感じるかもしれない。 NF さんは感じてます、はい、だからどういう表現をすべきかみたいな話ですよね。難しいですね、はい、若干どうせという殻を背負っているイメージがありますと分かんないですけどね。二度兵がじゃないですかヤンバルさんもそうなら全ての NF がそうです。いや、全てかどうかどうせを背負ってますよかもしれない。みんなそうなんですかね。そうだと思うんですけど、ね、はいはい、行きたくないは行っても良いよですかね。行っても行きたくなくはない。あ、でもね、行ってもいいもね、はい、僕はダメですね。あ、行ってもいいなら、いや、だったらいいよって行ってもいいって言って怒られることはありますもんね、はい、なんで言ってもいいって、はい、僕多分怒りはしませんけど、はい、あ、言ってもいいなら大丈夫です。でもまあそういう反応になるってことですよね、はい、言ってあげてるみたいな。そう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 、はい、別にそういう意味じゃない。じゃあなんか行こっかとかってね、行こっかまでは言ってないじゃあいいですって、はいはい、NF の対処がわからない、何をしてもダメってことですかね。
いやこれはもう好きって言わなきゃダメなんですよちょっとそうですね、行きたいって言わなきゃダメ、ね、かもしれないです。はい、行きたいではなく行くと聞けばいいと思うと。ああ、なるほどね、こっちも悪いですね。そうすれば行くか行かないか、なるほど、なるなるほどはい、質問の仕方、質問の仕方で、はい、なるほど。上下とか勝ち負けとかそこへの執着、すごい印象があります NF。 これ僕だけかもしれないですけどね、はい、そうかもしれない、はい、これは健全度の問題ですジーマさん、ごきげんよう。ごきげんよう。議論しているはずがいつの間にか NT に全力で言いくるめられていると感じる NF と。それは NF はもう議論はやめた方がいいですよはい、はい、でもそのやめるっていうのもなんか言いくるめられてる感じじゃないですか。あ、で多分最初からそれでいいっていうのは、はい、なんていうんだろう、言いくるめられたくないから、そう、はい、負けたことになって、負けたことにしたくないから、はい、それでいいにするんだと思います、はいはい、議論はしてないっていう、はいはい、で、まあ、NT の議論は打ち任す議論ではないと思うんですよね、気持ちはね、はい、もうこれをやるとねそう思うんですけどね、その場に立つとそう思えないんですよ、はいはい、NT は上下はないと思っています。知的レベルで下に見るも一要素としか思ってないと。じゃあこっちがその知識で上と下があると思ってるから、はい、っていうことなんだと思うんですけどね。知識は知識だからタイプは関係ない、はいはい、で、まあ、僕は知識というか、ごめんなさい、僕の言葉の使い方今悪かった、はい、知識というか論理というか理論というか、はい、論理が正しい方が正しい、はい、まあ論理が正しいですよって、はい、思ってる節があるんですよ。論理が正しい方がいいっていう、はい、今社会だなと思ってるので、はい、そう、まあ論理が正しいかどうかはまた別の話ですもんね。今言ってることはなんとなく分かってますけどはい、この論理が正しくない、論理が正しくないというか、論理が NF の場合論理が正しくないわけではないと思うんですよ。で今ねこの DD さんがね、 NF がどうすれば納得するのか結論が出てませんねって言われるんですけど、はい、もう今これ議論が始まってるじゃないですか、はい、もう無理ですよもう、はい、もう今降りたくてしょうがないですもん。この NF、 じゃあ僕が NF ははい、どうぞどうぞNF って別に論理を重視してるわけじゃなくて、はい、こうしたらこうなるみたいな、はい、なんか未来を見てるわけじゃないですか、はいはい、っていうのを直感的に感じてて、はい、でそれが正しいか正しく、論理が通ってるか通ってないかは分からないに近いと思うんですよ。通ってないではなくて、はい、ここを考えてないから悪口じゃないですね悪口じゃないです、はいはい、なので別に間違ってるわけじゃないと思うんですよ、はい、僕はこれが正しいと思う、はい、って聞いたっていうわけじゃないですか、はい、NF さんが、はい、って言った時になぜって聞いてもそこの答えは出てこないけど、これは正しいと思うっていうのはもうなんとなくあるんだって話ですよね。そうですね。でそれが論理がないから間違ってるわけではない。でも、はい、この NT さんとのやり取りの中で、はい、ここが必要なんだって言われると、はい、もうお手上げなんですよね。で、あ、だからここが必要なんだっていうと、はい、じゃあそこを考えてってでなるんだなとは思ってます、はい、考えてっていうのを NT に考えさせたらいいです。でも向こうもなんか言ってよとは思うんですよね。それが議論じゃないかって言われるわけじゃないですか。まあ、分かんないけどって話じゃないですか。で結論が出ませんねって言われて、はい、結論は出てるんですよ NF の中では。で、あの優しくしてねって言うじゃないですか。そうするとじゃあ優しい言葉をかければいいんですねって言われるじゃないですか、はいはい、それは違うって思うんですよ、はいはい、それは違うって思うんですよ。そこの、はい、まあ、対応は難しいと思います。かといってできない人かって言われると、いや別に僕、はい、できる人ですけどねとは思うんですけどね、はい、ごめんなさい。で議論してるつもりはないですよ、笑ってつけられると、はい、笑ってなんだよっていうモードにもなったりします。多分柔らかくしようとしては藁をつけてるんですよ。なるほど、はい、あ、波と一緒ですね、はい、なるほど。議論、議論なんかするつもりないですよ。藁、ね、はね別紙なんですよ、ね、すいません。 NF 相手だと手間を惜しむと勝手にわーってなるので、スモールステップを踏むのがいいかもしれないと。 NF の説明書が欲しいと言ってるだけなんですと、まあ、多分でもそんな感じだとは思うんですけど、はい、議論で NF はここの分からないところをどうなんだろうって考えるのが好きな人じゃないですか。 NT の人、 NT の人、はい、だから一緒に考えようよ、別に否定してるわけじゃなくて一緒に考えようよぐらいの感じだと思うんですよ。興味はないんでしょうね多分、はい、はい、この場合の手間は共通認識の、そうで僕は何が知りたいんだろうって思っちゃうんですよ。
この例えば DD さんが、うん、はい、NF の説明書っていうので何が知りたいんだろうが出てくるんですよ。まあ今みたいなところじゃないですか。仲良くしようって言ってるだけじゃないかって。はいはい、はい、そのまあ説明書っていうと取扱説明書じゃないですか、はい、マニュアルを作れとどのように接するといいかじゃないですか。でこっちは察せよって言ってるわけじゃないですか。で 察しようとするために説明書をくれってっていう話なのかなとは思うんですけどね、はい、あだからそのNT は悪気はないんです、はい、そうなんですよね、はいはい、それをなんかこう傷つけてしまったみたいな状況になっちゃう。今なんかバカにされてるって思ってますからねで、はい、そうするともう、あ、もうちょっと何言っていいか分かんないみたいな状況になるっていう、はい、難しいですね、はい、